岐阜県総合医療センターは岐阜県岐阜市にある医療機関。1909年に開設された岐阜英ー病院を前身とする地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが運営する病院である。2006年11月5日までは岐阜県立岐阜病院という名称であったが、老朽化のため建物の新築、改築を計画。2006年11月6日、 本館の新築が完成した。また同時に名称を岐阜県総合医療センターと解消した。診療科は41を有する病院であり、岐阜市のみならず、岐阜県全体の医療における、基幹病院の一つである。岐阜県の地域災害医療センターの中でも、基幹病院として位置づけられている。重点医療として、救命救急医療、心臓血管疾患医療、周産期医療、 がん医療、女性医療に特に力を入れて取り組んでいる。また、救命救急センターなどそれぞれの重点医療に対応する病棟が設置されている。前述の基幹災害医療センターのほか、地域がん診療拠点病院、エイズ治療拠点病院などの基幹指定を受けている。救急指定病院として、岐阜県知事により告示されている。また、僻地医療支援として、 岐阜県平基地医療支援機構が院内に設置されている。隣接して岐阜県立衛生専門学校がある。などなど、ありがとうございます。